はい、どうもこんにちは、シーサーです。今回もですね、新作スマホゲームプレイしていきたいと思います。で、今回プレイするゲームがネットウィズ最新作のね、スマホゲームになります。で、これまでに、数々とね、ゲームを作ってきたネットイースなんですけども、で、こちらのゲームなんですけども、まあ、簡単にね、どういったゲームかって紹介すると、日本国内でもうすでにね、リリースされている、サムライドっていうね、プレステで出てたんですけども、こちらのゲームに、まあ、ちょっと似てる要素があるのかなと思っております。まあ、僕自身もちょっと初見のプレイになるので、まあ、だいぶ違う内容になっちゃうところもあるかもしれないんですけども、舞台は侍の時代を描いております。で、侍アクションゲームっていう感じのゲームになってると思いますので、まあ、プレイしていきましょう、実際に。で、サムライド、まあ、僕ね、そもそも好きだったので、スマホでね、いや、出てくれないかなとかちょっと思ってたところもあったので、まあ、こういうね、侍を題材としたゲームっていうのがね、スマホにリリースされたっていうところがすごく嬉しいです。で、基本的にはストーリーに沿ってね、ゲーム進めていくみたいです。あ、始まりましたね。さあ、画質ちょっと綺麗ですね。アニメーションですかね。あー、侍の時代ということでね、やっぱりこうやって結構殺し合いがあると。戦の後ですかね、これは。で、主人公髪が長い。いや、なんかちょっとなんだろう、鬼武者とかああいう感じのちょっと絵というか、かっこいいですよね、絵が。さあ、これは主人公かな。主人公、この髪の主人公。誰だ、これ。なんか敵っぽいですよね。さあ、戦が始まる。この戦によって主人公はどうなるんでしょうか。この子誰だろうね。あ、なんか多分、あれかな。タイトルの最初の時に出てきた女の人ですね。多分これ主人公かな。さあ、主人公、戦ででも生き残ると、しっかり。そして多分、あれだよね。奥さんかな？彼女かわかんないけど。あ、倒れてる。さあ、近づいていく。さあ、どうするんだ、一体。死んじゃったのかな、これは。女性は。生きてるのかな？あ、生きてますね。そしてすごく綺麗という。すごい、目元めっちゃ見るな。泣いてますね。いや、すごいな、なんか絵が。なんかスマホのゲームがこれから始まるとは思えない。この感じから。そして、黒幕がなんかね、隠れてるんですよね。いやー、なんかこいつ強そうだな、また。いや、また怖いですね。口元を映すところが怖い、また。海外ですごい人気ということで、見てこのグラフィック、なんかすごくない？なんかプレステ4じゃないかっていうような。さあ、ここら辺ちょっとね、言葉わかんないんで、とりあえずね、なんとなくで進めていこう。OK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 。手繋いだら、この状態で、馬に乗ると。私、馬苦手なの。え、そうなの？僕も馬苦手なんだ。じゃあ歩いていこう。っていうわけじゃないか。うわ、すごいな。お姫様抱っこ？いや、かっこいいね。また。そして馬に乗る。うわ、すごい。馬進んでく。これ走れないのかな？馬。あ、走ってる、走ってる。で、この鹿とかさ、戦えないか。無理か。とりあえず前に進む。いけない。先がいけない。どうしたらいい？これは。うわ、待って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 。あ、すげえ、壊れた。すげえ、この状態でね、刀振れるんですね。いや、なんか敵出てくんのかな、ということは、もしかすると。よしよしよし、行けましたね。そして今度は、湖かな、これ。さあ、湖まで出ました。湖歩けれるの、馬。すごいな、これ。どういうこと？これはこれですごいな。あ、なんか、ムービーが。イカダあったんで、イカダに乗ってね、川を渡ろうって意味なんでしょう、きっと。でももう馬でね、散々歩いてるからね、もう別にいらないけどね、イカダ。イカダいらないと。落ちた！待って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 。嘘！今まであんな散々歩いてたのに。なんでだよ。いや、謎でしょ、これ。なにこれ、馬でジャンプして、行く感じか、これ。これ結構むずくない？どうやって行くの？
はい、ジャンプ、ジャンプ、いけ。うわー、待って、落ちそう、落ちそう、落ちそう。落ちそう。うわー、危な、危な。てか、もう、むずっ。待って待って、激ムズなんだけど。待って、馬降りようぜ、これ。これちょっと馬降りよ。むしろ多分歩いて行った方がいいじゃね、これ。待って、これ馬で行けっていう感じ。いや、歩いて行けばいいでしょ、これ。よし、行こう。よし、ちょっと準備運動して、この状態でジャンプね、オッケー。ジャンプ、オッケー、いいね。そして2段目もジャンプ、オッケー、いいね。そして3個目。はい、で、イカダに乗る。で、ここの多分、光のとこ向かっていく。オッケー。で、そしたら多分これで、このイカダ使えるようになるんでしょ。オッケー、いいね。わ、すげえ、イカダやってるよ。で、この状態多分女性向かい行けばいいのかな。さあ、女性迎え行く。てか、もう、馬で散々さ、こんだけ、今もそうだけど、いるならいいじゃん。別に、イカダ使わなくたって。さあ、とりあえず、ここで女性に、女性を降ろせばいいのかな。え、これ、一緒に乗るの？もしかすると、馬と一緒に。てか、むしろ怖くない？この女性。ただね、グラフィックは本当にすっごく綺麗。で、これ洞窟かな、この先。まだこっち続いてそう。さあ、ムービーが流れます。え、なになに、急に。急に何が起きた？あ、だいぶショートカットされましたね。さあ、やっとこっからがね、始まりますよ。こっからですよね。本格的に。さあ、行こう。では、とりあえずこれ引っ張っていかないといけないのか。よし、行くぞ。うまっころ。よし、いいね。まだ敵は出てこないですね。ひたすらとにかく前に進む。で、オープンワールドなんでね。本当に難しい。あ、ムービー流れましたね。そして、ここら辺に、なんか、山賊来そう。山賊出てくるだろ、絶対これ。いやー、なんか来てるもん。何こいつ。うわ、強そう、また。さっきの黒幕かな。また違うか。そして、なんか言ってる。そして主人公もまたね、すごい肌が白いな。この人見た後だと肌が白すぎてびっくりする。そして刀を抜く。いや、こっからついにね、始まります。戦うの？こいつと。こいつ絶対強そうじゃね？大丈夫か？俺まだ初見なんだけど、いける？どうやって刀抜くの？待って、え、めっちゃ、え、これチュートリアルってことだよね、きっと。お、避けた、すげえ。そして、ここから一気に刀抜く。お、見て。なにこれ、やばすぎだろ。さあ、攻撃来たら、避けるのかな。え、待って、面白い、これ。すごい戦闘シーンがリアルすぎてやばい。なに？ゾロじゃん、お前。マジで。待って、これ、強っ。え、まあ、強くないこいつ。そして、なんだ、これ、必殺技的なのもある。さあ、ちょっと見してやるぜ、俺の必殺技。うおー、戦闘シーンかっこよすぎる。待って。すごすぎる、ネットイース。何このゲーム。やべ、後ろ取られたけど、これはかわす。うわ、おっと、すげえ。え、待って、すごい。止めてる、主人公。見てこれ。攻撃されても避けてる。うわー、これは痛い。待って、これは痛い。これは痛いって。さあ、私の攻撃だ、今度は。さあ、で、チャージが溜まるとね、スキルが使えるみたいですね。さあ、攻撃をどんどんしていく。もう攻撃こそね、最強の防御なんでね。もうどんどんやっていく。さあ、食らえ。うわ、強い。やべ、こいつ強すぎじゃね、やっぱ。痛い。なんか、でもなんか。さあ、食らえ。これでも食らえ、必殺技。どうだ？終わった？終わったー！決めましたね、最後必殺技で。さあ、こいつ、やっぱね、主人公ですよね。とどめを刺さない。いや、これ味方になりそうだな、最終的にこういうやつ。命助けてもらったからって言って、まさかの不意打ちとかないよね。いや、なんかでもこいつまだ出てきそうだな、この感じだと。とりあえず門までもう一回行ってみよう。門もう一回行ってみて。さあ、どうだ。開けごま。開かない？さあ、開かない。力で押しても開かないってなるとどうしよう。
少しね。なんか飽きる方法があるのかな、果たして。いや無理でしょ君の力じゃ。てか馬も貫通しちゃっていけてる気がするけどね。これちょっと行ってみよう。てか主人公走れないのがちょっと一番嫌だな、本当に。あ、待った待った、上がれるんだね。なるほど、上がって。でも敵でできそうだな、いかにもこの先に。 OK、 さあ降りて。てか本当主人公走れないかな、本当に。ジャンプしないとなんかスピード上がれないんだけど。そしてムービー。いや、またここにも敵いるのかよ。どんだけ敵出てくるの後半。急に敵できすぎだろ。なんか棒が持ってるやついる。この2人もなんか山賊なのかな。そして2人相手に戦うの。いや、人数多くね ?4 人。待って待って待って、人数多すぎだね、これ。いや、でもね、そんな相手でも俺は負けない。さあ、戦うぜ。この戦いは熱くなるな。人数多いと熱いぜ。さあ、かかっておいで。さあ、かかっておいで。もう私にかかれば君たちは相手じゃないからね。さあ、どっからでもかかってきなさい。さあ、必殺技やる。うわ、やばいね。戦闘シーンかっこよすぎ。さあ、やってく。さあ、切ってくぜ、どんどん。さあ、雑魚どもには要はね、もっと強いやつ出てこい。だ、切っても切っても切りねえじゃん、こいつら。なんで?さあ、そこで、ここで必殺技やっていこうか、じゃあ。さあ、必殺技だ。クラウがいい。さあ、一丁上がり。さあ、あと君一人だけかな?さあ、君も。お、なかなかやるね。さあ、しっかりとね、全員キルしていきます。またなんか向こうで何かやんないといけないのかな、もしかすると。はい、ということで、今回なんですけども、新作ネットイスのね、サムライド風のね、ゲームやってみました。いや、もうこっからはもうちょっとね、詰んじゃったんで、もう僕これで、今回はこれで動画の方はね、終わっていきたいと思います。はい、ということで、もうこういうゲームも意外に面白そうだなと思った方は、グッドボタンお願いします。またですね、ネットイースのゲーム好きな方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと確認、ちょっとやってみようか。されてたパターン、これ撃てる?あ、撃てるね、これ。やば!やばすぎでしょ。あ、でもリロードすると戻ってしまう。誰かが助けに来てくれて嬉しいんだけど。あー、来てくれてる!この女の子。みんな来てる。みんな来てくれてる。君たち目の前でさ、止まってない。助けて。早く出たい。ねえ!なんで助けてくれないの?ひどい!チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。